第3節反射の法則。前の説では、光が反射することを学び、入射光線、反射光線、入射点、入射角、反射角、といった言葉を学びました。光の反射はどのようにするのでしょうかそれをこの説では学びます。問い1、問い2をやってください。 入射角というのは、入射光線と入射点に立てた水線とのなす角のことです。入射点に立てた水線とのなす角だということに注意してください。だから、問いに括弧一1の入射角は E です。反射角というのは、反射光線と入射点に立てた水線とのなす角。 のことです。ここでも入射点に立てた水線とのなす角だということに注意してください。だから、問いに括弧1の反射角はうーです。この点に注意すれば、括弧2、カッ3は自分でできると思います。さて、光が物体に当たって反射するときには、入射角と反射角は 等しくなります。つまり、入射角が60度なら、反射角も60度です。これを反射の法則と言います。入射角イコール反射角を反射の法則というのです。それでは、問い3、問い4をやってください。 トイヨンのカッコ1とカッコ2は大丈夫ですね。カッコ3を40度と答えた人もいるでしょうね。反射角の大きさを求めるのですから、反射角はどこのことなのかをよく考えなければいけません。図の赤いところが反射角です。反射角がどこかを考えれば、入射角は 90マイナス40で50度だということがわかりますね。反射の法則から入射角イコール反射角。だから反射角は50度です。カッコ4もどこが反射角か考えて解いてみてください。これでこの説の説明を終わります。